ニャッピーアンティークカフェです。景色とか綺麗だし、女の子も綺麗だし、綺麗、まだそんなに、そう、パワフル、なんか、まだそんなに観光とかできてないんですけど、さっきちょっとショッピングモールとか歩かせてもらって、すごい賑わってて、あれ、なんだっけ、チャーサイだっけ、チャークエチャープ、チャークエチャープ、マレーカレー、マレーカレー、マレーカレー歌って踊れるをテーマに結構曲を作っていたりして、でビジュアル系ってすごしくしハードなイメージがあるんですけど、僕たちはわりかし、わりかしっていうかすごくポップに元気に振り切っていて、でお客さんとすごく距離が近い、いい意味でバンドだなと思って、お客さんのことを家族と呼んでいますね。だからお客さんとメンバーで一緒に作っているバンドなのかな、ビジュアル系バンドなのかなって思います。僕ギターかな。なんかね、ギターって目立ってて、で責任をねそこまで持たない。いやバンドの責任だよな。そうなちょっと後ろで、なんて後ろ一歩引いて楽しめるなっていうのが一番美味しいな。俺もギターです。あ、やっぱりなんだろう、フレーズが目立つのがかっこいいなと思います。あ、じゃあはい。僕はベースです。あ、なんかやっぱバンドの土台になる部分なので。僕はキーボードです。やっぱ音の種類も多くて、なんか音楽の可能性っていうか、そういう感動を、僕やっぱ一番感動させられるのは鍵盤の音色が一番多いかなと思って。はい。あ、僕は、ドラムですね。後ろってあまり見えないじゃないですか。その中でなんかいかにこう目立つことができるかっていうのになんか挑戦していけるものって、まあ、なんかすごいドラムスティックとか回したりとかするんで、なんかそういうなんか目指せるものがなんかあるっていうか、そういうのが好きなんですよ。なんかその僕ラーメンがすごく好きで、自分好みのラーメンの味を開発してみんなにその感動を伝えたいです。喫茶店の店長で、学生とかがこうたまり場にするような場所を作りたいなと思ってて、で、あのゲーム機とか置いてなんか好きにやっていいよみたいな。ワインソムリエ、まあ、あのお酒が好きで、まあ、あのこう美味しいものをおすすめしたいなっていう。はい、マレーシアの皆さん、はじめまして、アンティークカフェです。マレーシアの地にこれで本当嬉しく思っています。自分たちの音楽で皆さんを笑顔にして、帰っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。